朝7時で、気温は0度、窓凍っちゃってバッキバキですよ、これちょっとね寒いけど冬のバスを探しに釣り場に向かいたいと思います。おはようございます、釣りこう TV です。12月の三島湖にやってきました。朝の気温は0度、ただ今日は13度ぐらいまで上がるんじゃないかっていう予報が出てますんでね、冬場探して、湖回ってみたいと思います。今回は冬っぽい釣りをしようということでスピニングタックルを多めに持ってきてみました、この前結構ワームが効いたっていうのもありますよね。
はい、真冬の三島湖ギルフラットにね、いい食い方してるでしょうね。え、結構浅いとこにいまして、ボートの際にポイッと入れたらラインがゴンゴンゴンと走って釣れてくれました。これが多分今年最後の魚になるかな。まああと、4時間ぐらいあるんで引き続き頑張ります。サイズは43センチ、ね、お開きじゃないと怒られちゃいますからね。口閉じお開きで43センチ、じゃあ逃がしたいと思います。じゃあ忘れないうちにタックル、レジスタの 70H にシマノのエクセンス DC で、ギルフラットにこういうスクリュー式のフックで、重りは 3.5g で、糸は巻き替えたばっかりの16ポンドのクロロカーボンが入っております。じゃあね、このセットで引き続き打っていきたいと思います。はい、というわけで帰ってきました。またまたですね、伊勢のギルフラット活躍してくれたんですけども、ちょっとどんな感じのセッティングなのか、えい、見ていきたいと思います。こんな感じでスクリュー式のフックでライトテキサスフリーの状態で使ってまして、で 3.5g の重りですね。まあ普段 2.6g とかでやってるんですけども、冬なんでちょっと重くしてみようっていうことで、で言っても 1g ですけども、まあ 3.6g のちょっと普段使ってるのより重めの重りにして、でこんな感じで真ん中から抜き刺すという感じのセッティングでやってるんですけども、このやっぱなんかデロンデロンになるのがいいんですかね。ブルフラットとかでももちろん釣れるとは思うんですけども、若干やっぱりデザインも違うんで、同じギル系のワームって言っても動きの感じが変わってくるのかなって。前回あのトズラッパラダムで大きな魚釣った時なんかも使っていたんですけども、投げてフォーリングさせながら軽くシェイクをして、ダーンデロンデロンデロンってこうデロンデロンさせながら落としていく、そういった感じのアクションを入れてみたところ、ラインがスーッと走ってですね、でガチッと合わせたら結構ですね、いいサイズ。まあちょっと最近小さいバスしか釣ってなかったですからね、40アップで非常に嬉しい一匹になったんですけども、これね、まあ1日投げて結局釣れたのはあの一匹なんで、投げて投げてワンバイトあって、でそれがうまいことかかると40アップあるよっていう感じなんですけども、非常にどうしよう、一発大物狙いたいななんていう時に、活躍してくれるワームになるんじゃないかなっていうことで、来年のまあ3月以降とかですね、春以降の非常にあったかい時期とかにさらに大活躍してくれるんじゃないかなっていうことで、前回あの目ね接着剤でつけたんで、こう今回はですね目がなくならず、結構1日カバーとか、動画以外のところでもぼちゃんぼちゃん投げ続けてたんですけども、瞬間接着剤でねこうガチッと目玉をつけたらなくならずに戻ってきてくれました。でこれの後もう一個いいところは、餌持ちが非常にいいってことで、これ最初にこの前使ってたやつなんですけどね、結局まだ結構魚も釣ったし、投げてるしっていう感じなんですけどね、なんか非常に素材がいいんですかね、なくならない。あとここのこっちちぎれちゃったんですよね、このちょっとした突起のこのヒレ、これがですねなんか非常に活躍してくれてる感じがするんですよ。でこれ今40番の針をつけてるんですけども、ちょうどこう針先をミシッと隠すとですね、非常に根がからずに戻ってきてくれるっていうことで、買ってからですねまだ一匹もなくなってないんですよね。結構カバーの釣りなんで、際どいところとか奥とかにビシバシスキッピングして入れたりぶつけたりしてるんですけども、こ
これね、一番最初使ってた2匹ぐらいも釣って当たりもいっぱいもらったワームなんですけども、こいつもまだまだ元気なんで、そのうちまた目つけてですね、今でちょっとしたジカリグセッティングみたいな感じで、こうカバーの薄ゴミの中にずるっと入っていくようなセッティングで使っております。で、今回ちょっと三島湖で新しく1匹下ろしたんですけども、こいつもまた無事に帰ってきてくれてるっていうことで、で前回ですね、あのコメント欄にですね、この自分のよく使ってるファンタジスタのレジスタの 70H、 これ何グラムぐらいまで投げれますかなんていうご質問があったのに、ついでにまさにこんな感じのやつ使うのにちょうどいいですね、 70H。 何グラムなんでしょうかね、ちょっと測ってみますか、ね、この実際に使っているセッティングで、ちょうどブルフラットにしてもギルフラットにしてもこんな感じの針と重りとでやってるんで、これがですね、だいたい25.8g っていうことなんで、まあブルフラットもうちょっと重いかなって感じなんで、 30g ぐらいまで、まあ1オンスぐらいまでのセットをぼちゃんぼちゃん投げるのに非常にこの 70H は使いやすいよということで、で冬の間はですね、この竿でですね、ギア比の低いリールに変えてアラバマリグとかまで投げてるんですけども、まあどうなんですかね、ちょっと折れたりすると怖いんで、そこら辺は自己責任でお願いしたいんですけども、非常に感度がいいんで、冬場のアラバマリグの釣りのコツとしてはですね、アラバマリグ投げて、亀山ダムとかだとこうワカサギの群れがワンサが泳いでるんで、その群れの中を通してくるんですよね。でその時にこの竿だとあの感度がいいので、なんだろう、ベイトフィッシュの中をルアーが通ってるっていうのを感じ取れるんですよね。ブリン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 って、あ、なんか小魚にいっぱい当たってんな、いっぱい当たってんな、いっぱい当たってんな、ゴゴゴゴンっていう感じで、非常に感度がいいんで、まあそういう感じでベイトの群れを魚探がなくてもですね、竿の感度で、探して直撃できるっていうですね、ナイスな竿なんで、冬場はまあそういった釣りに使っているのと、でまあ夏とかハイシーズンはですね、こういう感じのギルワームとか、こういうちょっとバルキーなワームで、バルキーな針、これをガチッとかけるときにこのバットパワーが非常に、いいとこに魚をかけてくれるっていうことで、使っております。で針はですね、こんな感じのオーナーのですね、ビーストっていう針の40番、これをだいたい使ってるんですけども、これあんまり関東売ってないんですよね。2軒ぐらい在庫している釣り具屋さん見つけてたんですけども、そこの在庫全部買っちゃったのかな、なんかもう入荷しなくてですね、なかなか買いづらいんで、これすごいなんか当たるとよく乗ってくれるっていうことで、ブルフラットの 4.8 とかですね、あと最近はずっとこのギルフラットにつけたところ、ギルフラットにもぴったり、いい感じで釣れてくれるっていうことで、こう懐が深いんで、何ですかね、こう多分食いついた時にこんな感じで針先がいっぱい出てくれるのがいいんじゃないかななんていう風に思ってますけども、あとはこのスクリュー式の針のメリットですけども、ここに肩があるんで、こう障害物とかをですね、ワームがずれずにこうドゥルンとドゥルンと、あ、うまくできない、こうドゥルンと抜けてくれるんですよね。ここの肩が先に障害物枝とかに当たってくれるんで、ドゥルンと、通り抜けてきてくれるっていうことで、でまあ針先は普段はもっときつーく埋め込むんですけども、ちょっと今もう12月で気温0度とかですからね、ちょんと薄く隠して、バイトがあったら即かかるようになんていう風なセッティングで使っております。というわけで今回もギルフラット大活躍してくれましたけどね、冬の三島湖ね、シャローカバー、そういったところにこのギルフラット打ち込んだら結構ブリブリのいいバスが釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。